やっばい、あいつまたなんか雰囲気変わった。強めのバイブスブワー出てんじゃん。うん、残存魔力を全て攻撃に回すようだな。どうやら四季を悟る程度の知能はあったと見える。端的に還元すれば最後のあがきだ。翻せばキャツはもはや離脱も修復もできんということ。諸君、勝利は目前だ。長きにわたった戦いに幕を引いてきたまえ。いや、でもそれって今のあいつ強さどか盛りってことじゃん。そんな大根しなしなしてきたから早いとこ食べちゃってみたいなトーンで言われても。はあ、しなしなしちゃった大根って美味しくないんですよね。まあそうなんだけど、そこは調理次第よ。煮物とか漬物とかにするなら逆にあどい面あるし。ほう、水分が飛んでいればかえって煮汁を吸収しやすいという理屈かね。筋はかなっているな。メモしておこう。パイセン料理しないじゃん。なんなら食事もしないじゃん。ちなみにしなしなした大根は桶いっぱいの水に浸しておくと多少シャキシャキが戻ったりしますね。何、そんな手もあるのか。メモメモ。知恵るだけに、これが本当の知恵袋つって。やかましいわ。よ、見たまえ諸君。人類の英知を前に無知なる敵がただただ目を丸くしているぞ。デフォであんな目だった気もするけど、ま、うちら知性派だし頭脳戦なら余裕っすわ。さあユニちゃん博士もとっておきの英知を。大根に多く含まれるジアスターゼやグリコシターゼには成長や解毒の作用が期待できる。おろして食べれば胃にも優しく顎も疲れないぞ。ナイスエイチ。あいつ開いた口が塞がらないみたいですよ。聞いてる聞いてる。このまま一気にとどめですよユニ先輩。くらえ、ファイナルエイチ。芝居が下手な役者のことを大根役者などと呼ぶのは、大根が食当たりしないこととかけて当たらない役者に端を発する。しゃ、どうだ。いや、グオーじゃねえよ。どうだって聞いてんだよ。話通じないかよ。オーケー、ロゼッタ。キャツは何と言っているんだ。ほーん、端的に翻訳します。いいからさっさとかかってこいよ、サンバカ。サンバカ。あのさ、ねえ、ちょっと何言ってんのあいつ。セントテレサの三賢者を捕まえてマジ意味わかんないんだけど。諸君、全力で支援しよう。我らの英知存分に思い知らせてくるがいい。セントテレサの三賢者ファイナルバーストだ。そうですね、セントテレサの三賢者ファイナルバーストです。どうやー